誰かいるのかな。おーい、ここよ。よかった、来てくれた。助けて、動けないの。車がどんどん重くなってきてるの。このままだと私、あ、車を持ち上げるための道具を探してきます。ありがとう、お願い。車を運転してたら突然ハンドルが取られちゃって、気づいた時には車の下敷きになっていたの。もしあなたが助けてくれなかったら今頃私は。素敵なお姉様。え？ありがとう。それにしても一体何が起こったの？大きな地震が起きたみたい。そうなんだ。他に誰もいないのかしら。そうだ、あなたの前にも足音が聞こえたんだけど、いくら呼びかけても止まってくれなかったのよ。それってさっきの森田って人かな。気づいてたはずなのに見捨てるなんてひどいと思ったわ。確かにそれはひどいですね。あなたもそう思うでしょ。私本当に心細かったんだから。それにしても大きな地震だったわね。ここにずっといるわけにもいかなさそうね。あ、そうだ、私の名前はサキ、本庄サキよ。あなたは？牧村里奈です。よろしくね。とにかくここから出ましょう。ごめんなさい、ちょっと休ませて。それじゃあ、ありがとう、おかげで少し落ち着いてきた。そういえば牧村さんって年はいくつ？
見たところ私より年下みたいだけど。わたち、サンチャイ。そうでちゅか、よく言えましたね。で、本当は18歳です。そうなんだ、私の4つ下か。それじゃあ年上の私がしっかりしないとね。うん、だいぶ楽になったわ。そろそろ行きましょう。